なんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこでなんてことない日々を暮らしていた錬金術師の私、ライザリンシュタウトは今とんでもない出来事に直面して。うわっ！島暮らしで腕が鈍ったのかライザー。助けに入ってやられてたら島中の笑い者だぞ。ぶつかるのは僕とボスに任せて、援護お願い。ちょっと調子悪いだけなのに言いたい放題。ライザー大丈夫なのか。うん、アガテ姉さんは守り手さんの方をお願い。まだ他にも敵がいるかもしれないし。休暇で帰って早々こんな目に遭わされるなんて、卒業前の骨休めどころじゃなくなっちゃったな。そうか、俺は夏にライザと会うってだけで何かあるんじゃないかと身構えてたかな。確かに怪しい島の偵察に駆り出されるとか帰る前は想像もしなかったね。これぞライザって感じ。あんたたち私を何だと思ってるわけ。何か、そうだな、とんでもないことを呼び込む大変なやつってところか。冷静に答えられても困るんですけど。ねえ、もう手早くやっつけるよ二人とも。うん。ああ